ようございます。今日はゴルフ英邦と白金台店にやってきました。もうこんなん持ってね、調査みたいな調査の人みたいになってますが、今日は初のですね、初じゃないです。まあでもこういう中古屋さん専門店といいますか、やってきたのは初めてかなと思います。なぜ私は中古屋さんにやってきたかといいますと、たくさん疑問に思うことがいっぱいあったので、あの取材依頼をお願いして快く OK をいただいたので、今日は存分に中古クラブの秘密を探っていきたいと思います。なんとここはお花がずらっと並んでおります。ということはですね、前は天元寺の高速を降りてすぐのところにあったんですよ。ですが移転をされまして、新店舗オープンです。すごいですね。でこれでですね、目黒からも来やすいですし、あのもちろん天元寺からも来やすいですし、いろんなところから来やすくなったなと思います。まあ、早速中に入ってみましょう。店長の田中さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの私ゴルフエフォートさんは前々から結構してたんですが、はい、こう他の中古クラブ屋さん、まあ、たくさんあると思うんですが、はい、こうなんか違うぞというか、特徴はこういうところがうちは一押しなんですっていうのがあったら教えてもらいたい。そうですね、やっぱり他の中古屋さんと比べると、はい、あの他にはないカスタムクラブや、まあ、リシャフト品が多くあって、まあ、アスリートの方も多くいらっしゃるので、まあ、そういう一般的なものよりもちょっとこだわったものをたくさん置いてあると。なるほど、はい、こだわりの、ね、クラブたくさん。じゃあ早速、まあオープンしたばっかなんで私もお店の中知らないんで、店内をぐるりと回りたいと思います。はい、まずここはアイアン。そうですね、ここはタイトリストのアイアンから始まって、まあうちのやはり売りのメーカーとしてタイトリストっていうのはやはりお客様の人気も高いので、はい、タイトリストから始まって、その他のブランドがこう並んでいくっていう流れになってます。じゃあ、まあ、人気のあるものをもう一番最初にこう置いて。そうですね、うちのお店のお客様の要望が高いものから並んでいってるって感じですかね。なるほど。でもかなりいろんなメーカーが揃ってますね。そうですね、タイトリストだけで相当ありますよ。この辺まで、この辺まで。そうですよ。そうです。すごい、この辺まで。そう、すごい、もう半分ぐらい占めてます。すごい。でもまだまだこっちに行くとアイアンがずらりと並んで、この辺からユーティリティ。ここはユーティリティで、裏側がウェッジコーナー。ウェッジ、はい、ウェッジとユーティリティですかね。はい、合ってます。はい、合ってます。で、あちらがパターン。はい、で壁にかかってるパターンがちょっとこうお値段の張るツアーパターンなどが並んでます。あそこはじゃあ後で行きましょうね。はい、さっき聞いたんですが、前回は打席ブースがなかった。そうです、前回の疲労の頃は主打室はなかったんですけど、はいはい、今回白金台に移転したことに合わせて主打室もオープン、はい、オープンさせていただいて、やっぱりちょっと打ってみたいですよね。そうですね、はい、いいとは言いつつも、ちょっと打ったら打感ですとか、はい、柔らかさとかも確認できる、ようになったと、はい、それぐらい広くなりました。はい、でまたぐるりと行きますとアイアンがありまして、でドライバー、やっぱドライバーすごい、あの面積を占めますね、かなりお店の。だから本数も多いんで。そうですね、一番こうお客様が買い替えられるのが多いアイテムなんで、やっぱドライバーを買い替えに来る方が、やっぱり皆さんこう飛距離を求める方がやっぱりゴルファーには多いので、はい、やっぱりドライバーが中心になってきますね。もう入ってすぐね、はい、目に届くところに置いてあるんで、はい、しかもまだ奥にもまだあるっていう。でその後ろがフェアウェイウッドになってますかね。はい、はい、でその後ろにグリップもかなりの種類を入れてる。売りとしてグリップ交換ですとか、はい、リシャフトというそのリペアの部分もすごい力を入れてますので、で皆さんそれだけを目的にいらっしゃる方も多くいらっしゃるんで、へ、その分多く
いろんな種類をご用意させてもらってます。そうですね、はい、メーカーも種類もかなりいっぱい、そうですね、揃ってます、ね、はい、はい、あ、で、シャフトだけも売ってるんですね。そうです、この辺は中古シャフトで、最近はこうスリーブで簡単に変えられるクラブが増えてますね。ガチャガチャが多くなってるんで、非常に需要も多くなってきますね。で、な感じです。でもあとはサンバイザーがあったり、帽子があったり、チャリーバッグがあったり、まあ、あの辺は全部新品ってことですね。そうですね。かなり商品豊富です。じゃあ早速なんですが、はい、私が今まですっごくいろいろ気になってたことを質問していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お店の中にあるこうお宝クラブといいますか、おすすめするこのスペックで、このシャフトで、この値段とか、この状態はかなり見つけもんだぞというものを3つほどご紹介、まあ、探しながらでいいんで、ご紹介していただきたいなと思います。すごい人気があって、はい、すごい売れて、ただ今型落ちになって、おすすめクラブとしては、まあ、2万円台で買える、グローレ F2、うんうん、でシャフトもフジクラのスピーダーエボリューション、これリシャフトですか？これリシャフトです。もともとではないですね。これはリシャフトです。シャフトも定価1本4万円のシャフトが入ってますん で、ね、もう超えてますよね。そうです。これはかなりシャフトだけで値段超えてますもんね、はい、もうこれはじゃあかなりおすすめ、しかも SR で打ちやすい、はい、10.5 度、飛びますし、はい、曲がりも少ない、うん、これがじゃあまず1本、はい、次なる、あとはそうですね、今ですと JGR なんかでもこの辺も面白いですね。おお、これも21,800円で、同じくフジクラのエボリューションが入ってて 10.5 度の SR と。これもシャフトが結構いいお値段。そうです。で、これはメーカーで組んでおりますので、もともとの定価は7万、8万。じゃあこれはリシャフトなし？これはリシャフトなしです。へー。メーカーのカスタムモデル。じゃあもともとよりはかなり安くなってる。そうですね。はい。なるほど。もうそう、半額どころじゃないですからね。2万円だったらもう別に始めようと思った人も買えれるような値段ですもんね。はい。いやかなりありますね、いろんなのがやっぱり。あと面白いのは、はい、ジクラブで特に人気がすごい高かったこういうエポン、うん、出た、今日話題に出てくるかなってちょっと思ったんですけど、これももうちょっとお値段はかなりお安くなってまして、これいつのモデルですか？これは102なんで4年ぐらい前のモデルですかね。でこれもグラファイトのデザインの、はい、シャフトだけでも結構高い。そうです、これも1本4万円のシャフトであったり、あとはこういうファイヤーエクスプレスという、ああ、私も使ってる、このセットです、私エポのファイヤー、これもやっぱりすごい結構しますよ、多分10万超えですよね。もうもっとしますね。そうですよね、普通に作ったらはい、めちゃくちゃ高いのよ、ファイヤーエクスプレスとエポの組み合わせって。なのでこの辺ももうかなりやっぱり掘り出し物に近いクラブになってますね。こういうのも、お、これも結構ファイヤーエクスプレスが入ってるんですけど、まあモデルもちょっと落ちるんで、これ私一緒かもしれない、もう2万円台。これの13度みたいなのなかったでしたっけ？あ、そういうのもありましたね。ありましたよね、はい、これの13度っていうあの HT、 そうですね、はい、はい、あれを使ってて、多分それも当時買うと、まあ、10万超えしてました。はい、ファイヤーとエポの組み合わせって結構多いんですね。そうですね、このシャフト自体もやっぱり こだわりの強いゴルファーには人気が高いので、まあエポンとの組み合わせっていうので作られる方もたくさんいらっしゃいましたね。結構エポンも数揃ってますし、いろんなタイプのモデルがあるんで、すごくいいなと。ぜひチェックしてきて、チェックしてきて、チェックしに来てほしいです。はい、そんな感じですかね。そうですね、これがお宝クラブですね。まあでも本当に各メーカーの最新クラブから、結構前のモデルで人気のあったものもいろんな形で出されてる、ね、はい、例えばなんですけど、ドライバーのこのヘッドが良くて
シャフトはあそこにあるのがいいんだよねとかあっても変えてもらえるんですか？その場合はそうですね、クラブをまず選んでいただいて、はい、でシャフトを選んでいただいて、その場でもしリシャフトできるものであればすぐしますし、はい、まあ、そういうのもできるからいいですね。もう あるものだけじゃなくて自分でこういうのがいいっていうのも多分きっとオーダーで受けてくれるので、かなり宝もお宝物もあるのではないと思います。もう一つ気になったのがありまして、はい、まあ、最近、まあ、10月、まあ、いろんなクラブが出てきてると思うんですけれども、まあ、10月の売れ筋ランキング、このお店のトップ3を知りたいなと思います。今一番よくブランドとして売れてるのはピン G400 のシリーズ。これはなんで、なんでっていうのもあれで、まあ、飛ぶからっていうのはもちろん分かるんですけど、まあ、急にですか？急に人気が出てきた。いや、ここ3台4台ぐらい前から常にピンは売れ筋ランキングでは上位に、はい、来てる、来てます。やっぱドライバーが多いんですか？まず皆さんドライバーから入って、うんうん、気に入っていただいて、フェアウェイ、ユーティリティ、アイアンみたいな、はい、もう中でもやっぱ今期の G400 はもうそうですね、出てる感じですか、はい、うん、まあ、第2位、第2位は10月売れ筋第2位テーラーメイドの M4 シリーズ。これもね、取材来ましたけどツイストフェイス、そうです、なんか今すごいの出たじゃないですか、両方みたいな、グローレと M4 を足したみたいな、 M グローレ、 M グローレ、これももうあるんですか？まだ発売直後ですけども、中古でも、まあ、新品もございます。まあ出たけど、まあ、人気は衰えずですよ、ね、そうですね、はい、どちらかといえば M グローレはアベレージ向けで、うん、M4 の方が若干アスリート、アスリート向けで、はい、じゃあ今でも人気がランキング高い、売れ筋ランキング。じゃあ第3位、第3位はキャロウェイの、おお、こっち、こちらですね、道具とタイトリストが同じぐらい、同じぐらい、はい、結構なんか見てるとアスリートな方たちが多く来られてる、ね、メーカーが売れてるなって。お店の特徴としてやっぱりアスリートの方も多いですし、あとは国産ブランドよりも海外ブランドの方を好む方が多くいらっしゃいますね。へー、すごい、なんか全部飛ぶ系で、なおかつこう割とこうしっかり打ち込まなきゃいけないようなブランドといいますか、うん、そうなんですね、yes. この売れ筋トップ3が、1位がピン、2位が M4、はい、テーラー、3位がキャロウェイまたはタイトリストというようなランキングになっております。はい、おお、定価65,000円、それがなんと7800円、ぶっ飛んでますね、桁がちょっと86万8000円でございます。謎です。でも理由は